マジっすか。田中聖って多分今もう金ないんだろうね。だってさ、この前さ、保釈金が200万だか300万ぐらいじゃなかった、うん、保釈金ってさ、その人がこう、あの、その人が逃げられないような、その人のかなりの その人の財産を計算しての金額になるから、うん、まあ、とんでもない億万長者とかがさ、別に保釈金100万とか別にそんなの痛くも痒くもないじゃん、億万長者からしたら100万ぐらい。だからその人の財産の比率を計算して、なんかこう、その人が逃げたら痛いような金額が保釈金に選ばれるんだけど、その時の金額は確か200万だか300万とかだったから、っていうことは田中聖ってお金今ないってことだね。保釈金がそんな安いってことは、その金額はってことは、あの、田中聖お金がないってことだね。いや、執行猶予中にまた捕まったんですよね。またなんか覚醒剤所持で、一回出てきて有罪決定して、で執行猶予中だったんだけど、あの出てきてからたった9日でまた捕まったらしいですよ。で今度は覚醒剤所持で、まあ実刑確定ですよね今回は。間違いなく懲役でしょう。だって執行猶予中にまた捕まってるし、うん、で前のその判決が1年8ヶ月らしいんですよ。懲役1年8ヶ月らしいんだけど、でも執行猶予付きなんで、でも今回は執行猶予付きに捕まってるから、まあ懲役は確定だろうね今回は。うん、いやーちょっとね、ふわっちもちょっとやってましたよね、田中聖。いやー、俺田中聖とかさ、俺ちっちゃい頃から知ってるけどさ、まあ俺結構ジャニオタだったんで昔から、結構ね、まあ別に田中聖は別にそんな好きでもなかったけど、俺結構ジャニオタだったからね、昔から知ってますけど、ジュニア時代から。何歳から知ってる？いや何歳かそこまでは分かんないけど、いやもう実刑確定ですね今回はね、間違いなく。ほんとバカですよね。そんなさ、ことやんなければさ、ねえ、下手なことやんなきゃまだジャニーズ入れてさ、毎年あれでしょ、毎年さ、ジャニーズカウントダウンとか出てたんじゃないの、まだ。毎年さ、その、年がさ、こうね、年越しの時にジャニーズカウントダウンであんないろんなお客さんが来て、あんなテレビで放送されてさ、ワーキャーワーキャー言われて やれたのにさ、それ全部水の泡ですよ。俺だってそういう風なね、とこに行きたくて、俺だってね、履歴書送ったけど、俺帰ってこなかったんだから、本当に。田中聖はね、そうやってね、あれですよ。履歴書送って帰ってこなかったやつの気持ちを考えろよ、うん、お前は選ばれたんだ。俺は選ばれなかったけどね。ね、田中聖の中では選ばれたから、選ばれてジャニーズやってるのが当たり前かもしれないけど、当たり前じゃねえからな、その状況マジで当たり前じゃねえからな、うん、そんなね、ジャニーさんから返事来るなんて本当一握りだから。どれだけの人がね、履歴書送って帰ってこないか、マジで当たり前じゃねえからな、思って、本当に。今さ、履歴書とか送ったらタッキーとかに選ばれるのかな。なんか結構ジュニアとかさ、ジュニア部門とかってタッキーが結構なんかやってるらしいじゃん、うん、今は履歴書とか送ったら、ジャニーズジュニア希望って送ったら、あれなんですかね、タッキーに選ばれるんかね。
疲れたな。今日料理2回もしちゃったからな。目だけ可愛い。あ、そうそうそう。青い稲妻が僕を責める炎体焼き尽くすゲッチュさ、ダーマペン治療したいんだけどさ、お金すげえ高いからあれできないんだよね。誰かダーマペン代出してくれませんか。どんだけでリスナーにたかるっていう。ダーマペンしたいんですけどね、僕ね。なんか俺がダーマペンしたいとか言ったらなんかみんななんかやりだしてるよ。なんかヒカルとかもやってたもんね。俺ヒカルがやる前から俺ダーマペンやりたいって言ってたんだけど、でもダーマペンだら結構高いんだわあれ。しかもあれ何回もねやんないとだからね、1回じゃないんですよ。あれ何回も繰り返してやるやつだから結構高いんですよね多分ね。あ、七夕ランキングが七夕ランキングが10位じゃないか。俺これデイリーでしょ。これちょっとデイリー10位になってる。そっか、俺あれか、ゴールドビーってあれだ。俺ゴールドプラスからさらに下がったの。プラチナでもなくゴールドプラスでもなく、ついにゴールドに落ちたから、ただのノーマルのゴールドって多分あの競争率が多分低いだろうから、だから今10位慣れてるのか。ちょ、黒目ガチ、黒目黒目って何ですか。黒目の比率多いかな俺。カゴちゃんだっけ、なんかモームスかな、カゴ、カゴ、多分カゴちゃんだった気がするけど、カゴちゃんって確か黒目の比率多いんだよね、白目より。俺普通じゃない、どっちかっていうと黒目多いかな、わかんないけど。あ、でも よく見たら黒目のが多い気がするな。あ、黒目多いっていうか、普通の平均的なあれよりも、平均的なあれよりもさ、黒目がでかい方かもしれない、なんとなく。
にしても最近暑いね、本当に。最近びっくりするよ、外出るとすごい暑いんだもん最近。うん、すごい暑いよ最近、どうしよう。いや今日はね、料理いっぱいしましたね。まあ料理中料理じゃないかもしれないですけど、このアングルゴミの山、そうかな、こっちの方がひどいと思うけどね。うん、このアングルの方がひどい気がするけど。超来たー、天の川うち当たり1個2つやった、石油ありがとうございます。カエルを取りに行ったら、カエルを取りに行く、うん、別にカエルなんか見に行ったって何もなんないでしょ。別にカエルなんかは別に飼いたくないし持ってきたくないし、うん、うん、俺ねあれなんですよ、カワウソ飼いたいんですよね。カワウソ俺ちょくちょく見るんですよ、 YouTube でカワウソ動画、カワウソ飼ってる人がいて、まあ、何人かいるんですけど、めっちゃ可愛いんですよカワウソ。なんかこうやってねサーモンとかねブリとかあげるとすっごい喜んでめっちゃうまそうに食べるの。こうやってなんか手でこうね食べるんだよ。手でこうやってこうやってね、こう口をこう上にして手をこうやって手で口の中に入れてこうやってね、カッ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 って食うんですよ。うん、いやーカワウソ飼いたいよな。カワウソなんかいきなり連れてきたら、ヨシエさんがマジで本当になんていうかね、本当多分ブチ切れると思う。うん、カワウソなんかいきなり連れてきた。でもカワウソって高いんだよな、あれ一匹多分100万近くするよ、多分あれ80万とかするでしょ多分。うん、すごいですよ。でなんかこう陸でもこうやってねちゃんとねいろいろできるんだけど、なんかこう水の中とかこうね、水の中でもめっちゃ泳ぎうまいし、すっげー早く泳ぐんですよ。うん、カワウソいいよな、カワウソ飼いたいわ。うん、100万近くするからさ、さすがに買えないでしょ。うん、100万ってかさ、カワウソ飼ったらマジで YouTube でワンチャンあるからね本当に。うん、もうカワウソ飼ってるってだけで結構再生数稼げるから多分。うん、いやマジでなんかあのカワウソ100万ぐらいで買って YouTube 動画撮ってなんか広告つけとけばマジで100万余裕で回収できるかもしんない。でももう無理かな、もうあのカワウソですげえ稼いでる人いるからみんなそっち行っちゃうか。うん、
いや、カワウソかわいいんすよね。なんか俺カワウソの動画よく見るもん、俺ちょくちょく、うん、ちょくちょく見んのよ。慎吾の知名度があれ、知名度があれば登録者数増えそう。いや、俺の知名度なんて YouTube って 大海原の中じゃ無名に等しいっすよ、本当に。うん、まあ親に怒られたってる人っていうんで一定の知名度はあるけど、ビビたるもんですよ。本当に有名な人に比べたら本当に埋もれちゃうぐらいの知名度よ。うん。だってもう本当にね、あれですよ、本当に大手 YouTuber と比べたら多分 100倍ぐらいの差はあると思うよ。知名度で言ったら多分100倍ぐらい違うと思う、うん、100倍ぐらいはマジで違うんじゃない。カワウソの真似、カワウソの真似だからさっきやったじゃないですか。こうやってね、サーモンとかね、ブリとかあげた、こうやって、ね、手でこうやって取って、ね、こうやってこうやってね、カッ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 って口を上にこう開けるんですよ。で、口に開けてこうやって、でこうやって手でこうやってこうやってこうやってやって、カッ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 ってやって食うんですよ。本当この食い方なんですよ。マジで。あ、ステーキ食べました。本当この食い方なのよ。うん、カワウソってこう手でやってこう取って、こうやって口上にこうやって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 食ってカッ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 ってやって食うんですよ。うん、本当にこの食い方だからね、マジで。うん、これ何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 マイメロディまだ電話してるよ。これ何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 これ猫のりこ言ってた、もうあれないねって。そんなあの TikTok で流行ってるやつ、税金もまだ払ってないんだって。5月30日ね、自動車で。よいしょ。知ってます今の TikTok で流行ってるやつ。流行ってるっていうか、まあ流行ってるのか分かんないけど、もう結構前からあるやつだと思うけど、これ何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 猫とかって、なんかすごい猫のすごい可愛いなんかところをすごい一瞬パーって映すんですよ。うん、
これ何これ何これ何これこれこれ猫ショートコントマイメロ総選挙の裏側おいシナモン、お前が出てきてからマイメロディーがいつもすごい上位だったのにもうお前に負けるじゃないか。ふざけんじゃねえよ、お前なんか消えちまえ。これ何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 猫ドラゴンボールスーパーヒーローでもまた見に行こうかな。カワウソ欲しいな、カワウソ。なんかさ、カワウソが欲しくて、まあ実際のカワウソさすがに高すぎるからちょっとどうしようと思って、なんかいろいろカワウソでネットで検索してたらカワウソのぬいぐるみがあったんですよ。だそれちょっと買おうかなと思ったの。5000円ぐらいで買えるんだけど、まあでもぬいぐるみはいいかな。まあ、別にぬいぐるみ買ってもな、まあ、買おうかちょっと迷ったんだけどね、5000円だし。どうしよう、もう終わるかもう終わるかな、やることないから。あ、もう終わっ、これ延長になっちゃう。じゃあ終わるわ、ちょっと急だけど延長になっちゃうし。じゃあ皆さん急ですけどお疲れ様でした。じゃあマイメロディーと一緒にみんなバイバーイ、バイバイメロディー、また見てね、うーまたなー。